こんにちは。日本ホリネス教団板橋キリスト教会、東京仲良しキリスト教会の牧師の武田博と申します。本日は7月23日、テーマは「神の本心は裁きではなく救いです」。聖書箇所は「ヨシュア記第6章15節から27節です。ヨシュア記6章15節から27節。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシュアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし、遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし、銀、金、および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。彼らは町にあるものは、男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバもすべて剣の刃で聖絶した。ヨシュアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべてのものを連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべてのものを連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ銀、金、および青銅の器、鉄の器は主の宮の宝物蔵に納めた。しかし、遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシュアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。ヨシュアはその時誓って言った。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。主がヨシュアと共におられたので、その噂は地にあまねく広まった。ヨシュア記を読み進んでおりますけれども、いよいよ今日の箇所は、神様がヨシュアとイスラエルの民に命じられた1日6日間1周ずつ回れと、黙って城壁の周りを回れと命じられ、7日目は特別に7回回って時の声を上げよと、そのように命じられた。それを
実行していった聖書の箇所が書かれております。エリコの城壁というのはですね、一周だいたい700メートルから800メートル、それほどこの大きな町というわけではありませんけれども、義昭のところを見てみますと、約4万人の兵士がですね、このエリコの城壁の周りを回ったと書かれております。それもラッパの音だけが響いて、そして静かに黙って、この今皆さんと持っています時間は QT クワイエットタイムと言いますけれども、静まって黙ってこのエリコの城壁の周りを回ったわけであります。で、実は私もですね、この教会の周りを祈りながら回っておりまして、で、実は私どもの教会のですね、この真ん中からだいたいちょうど三角形にあたるですね、ワンブロックがだいたいエリコの城壁と同じぐらいの大きさなんですね。で、ここをですね、毎日こう黙って祈りながら回ると、黙って祈りながら回るということはですね、非常に難しいことでありまして、例えば私なんかは少しアレルギーがありましてですね、ちょっと風が吹いたらくしゃみが出たりとかですね、ある人はですね、その兵士の中にはお腹を壊している人がいたりとかですね、4万人の人たちが黙ってこのエリコの周りをですね行進する、それは決してたやすいことではなかったであろうと思います。だいたい一周回ると、15分ぐらいの時間なんですね。で、最後7周といきますと1時間以上、この4万人の軍隊がこの回っていくと。で、おそらくただですね、このエリコの中にいた人々にはザッザッザッとですね、この兵士たちの足音だけがですね、非常にこの響くように聞こえておりまして、それを毎日毎日繰り返し、最後にはこの7周回ったというふうなことでありますけれども、おそらく兵士たちの中にも、この回りながらいろいろなことを思いながら回っていただろう、ある者は主よこの地を与えてくださいと回っていたでしょうし、ある者は一体こんなことが何の意味があるのだろうかと、そのように思っていた者もいたかもしれません。しかし、このイスラエルの4万人の兵士はですね、最後にこれをやり遂げて、神様のおっしゃられた通りにそのことを行い、そしていよいよその時の声を上げるわけであります。イスラエルの兵が皆時の声を上げますと、エリコの城壁は上から下まで一気に崩れ落ちたと。そしてこのイスラエルの兵はそのところに流れ込んでいきまして、そしてこのエリコが陥落していくわけであります。実はこの義昭は、神様が足の裏で踏むところは私がモーセに命じた通りに、あなた方に与えていると、その約束通り踏み出していくところに神様が勝利を与えると約束してくださっている、ただの戦いというよりもむしろ神様の御言葉に徹頭徹尾従って勝利を得るという信仰の戦いであります。私たちも日々の生活の中でさまざまな戦いがありますけれども、この戦いにおいて勝利するその秘訣は御言葉を聞き、その御言葉に従って神様から勝利を得るというその法則であります。もう一つのことはですね、それはこの中にいましたこのラハブという女性であります。で、実はこのカナンにイスラエルが入って一番初めの戦いがこのエリコの戦いでありますけれども、イスラエルの人たちはおそらく新しい地に入ってきてさまざまな不安を抱えていたと思います。果たしてこの地に入って神様が約束してくださる通りに地を得ることができるのだろうか、このカナンの地の人々は非常に強いのではないだろうか、私たちはそれに勝利することができるのだろうか。で、実はその時にこの前の聖書の箇所にありましたように、このイスラエルの偵察隊が行きました時にこのラハブから聞いたですね、その情報といいますのは
エリコの人はもう恐れおののいていますと、意気消沈していますと、このイスラエルの兵が、イスラエルの国がですね、このヨルダン川を渡ってきて今エリコの前に来ているということに恐れおののいていますと、そのように偵察隊に告げました。その偵察から帰ってきた言葉を聞いたヨシュア、イスラエルの人たちは本当にその勇気を得ただろう、その言葉に力を得ただろうと思うんですね。最初の戦いでありますから。そういう意味でこのラハブという女性はですね、このこれからたくさんの地を占領していくその第一歩に最も貢献した女性であろうというふうなことを思います。新約聖書の、マタイによる福音書のですね、そのイエス様のイエス・キリストの系図のところにはこのラハブの名前が出てまいります。タマル、ラハブ、ルツというですね、異邦人の名前が出てまいります。主イエス・キリストの系図に乗るほどにまでこの女性が祝福を、異邦人である彼女は祝福を受けていったというふうなことを知るんですね。でもう一つ私たちが見たいのは、実はラハブだけが救われたのではなくて、ラハブとラハブの家族も救われたということであります。聖書の中には、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、そのように書かれておりますけれども、その一人の人の救いはですね、家族全体に及んでいったということを私たちは見ることができます。皆さんの前にはですね、エリコの城壁のように越えなければならない、そのような壁のようなものがあるでしょうか。ある人にとっては日々の生活の中の健康の問題でありましたり、経済の問題でありましたり、また家庭の問題でありましたり、また職場の問題でありましたり、しかしながら聖書が私たちに語っているのは、私たちの生涯は信仰の戦いである、神様の御言葉を聞いてそれに従っていくところに神様が勝利を与えてくださる、そして信仰を持って踏み出していくところに勝利を与えてくださる、それが今日の聖書の箇所が語っているメッセージだろうと思います。あともう一つはですね、今ある皆さんの課題が良い方向に向かわず、失望したり諦めたりしていないでしょうか。エリコの城壁は7日目に7周回って時の声を上げて崩れ落ちました。失望せず諦めず、聖書の言葉に従い続けることです。主はあなたに必ず勝利を与えてくださいます。私たちは今日の聖書の箇所を通して、どんな堅固な城壁も主の御言葉に聞き従うときに崩れ落ちるということを知りました。それは聖書に書かれている昔の出来事ではなく、今も私たちが主の御言葉に聞き従うときに主が勝利を与えてくださり、どんな壁も乗り越えることができると聖書は私たちに語っております。それではお祈りをさせていただきます。目を閉じて手を組んでお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、不可能を可能にするあなたの御前に、私のすべての苦しみや問題を委ね、あなたの助けを求めることができますように、聖書の御言葉を信じて踏み出す勇気、信仰を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。